今日はですね、10月1日に私が動画を上げた、マイナ保険証登録解除が未だにできるようにならない点についての続報が出ましたので、ちょっとそちらについて、特集をしていきつつですね、マイナ保険証というのはこうやって解除するんだというふうに、まず知っていただきたいのと、これをぜひですね、お知り合いの方にもお伝えいただくと、いいのかなと思います。で、本題に先立ちまして、チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いしますと。はい、チャンネル登録お願いしますというのと、あとマイナ保険証としては新刊が引き続き好調なんですけども、まあ、この本を読んでいただいてですね、マイナ保険証を登録解除するということに躊躇していただきたくないということを知っていただきたいので、ぜひ目を通していただけたらなと思います。で、早速、ちょっと本題入っていきますが、10月に、まあ、その登録解除が、まあ、できるようになるっていう話が、前々から言われてた中で、なかなかそれ本格的に自治体なり、健保組合に通知されなくて、私も一回、自治体の健保組合の人と話したときに、まあ、その、全然、内容がつこないんです、という話をしてたので、まあ、ちょっといつなのかなと思ってたんですが、まあ、昨日ですかね、の日付で、厚生労働省から、いわゆる健康保険証を管理している企業の健保組合だったりとか、自治体の健康保険課と呼ばれるようなところ、健保組合に対して、マイナ保険証の利用登録解除の運用についての、いわゆるマニュアルというのが、こうやって送付されるようになりましたよ、ということなんです。で、これの中のちょっとポイントをまず知っていただこうと思います。で、実際にまず大事なのは、事実関係の一つ目としてはね、ここに書いてあるんですけど、本年10月28日に、この解除機能っていうのは、本格的にサービスインすることになります。なので、10月28日以降に、随時、マイナ保険証の登録対応、解除対応というのは、なされていくんですけども、自治体がね、各自治体なり、各企業が、いつから受け付けますというのは、これは、個別に裁量に委ねられているところがあるので、この日付と必ずしも一致するわけではないということは留意ください。ですから、各自分が所属している健保組合、企業なのか、サービス等の企業、まあ、ソースフォームとか健康保険担当の人がいると思うんですけど、その人に聞いていただいたりとか、自治体であれば、まあ、保健所に問い合わせ先書いてあったりすると思うんですけど、まあ、そういうのだったりとか、自治体の健康保険課というところに聞いていただくとかっていうふうにしていただくことで、どうやって具体的にその一歩目を進むのかというのは聞いていただくのがいいのかなと思います。まあ、この対応をね、自治体とか企業にさせてる時点でもうブルシットジョブだらけなんですけど、ただ、こういうふうになってる以上は仕方がないと思いますね。で、一応その書いてある通りなんですけど、これ10月28日より受付自体は早くしてもいいとは書いてあるんで、実際問題としては別に来週以降、まあ随時、どんどんこうやって解除していく、受付はもうしますっていう自治体が出てくる可能性はありますね、企業とかも。これコメント欄に貼ってくれた人がいたんですけど、マイクロソフトのこういう健康保険証登録、解除申請書とかっていうのが、まあ、ネットに転がってたりもするんですよ。こうやって問い合わせ先とかって書いてあるんですけど、まあ、これマイクロソフトの社員さんがやるやつですね。で、他にもこうやってネットで検索したら、このなんか神戸機械金属っていう会社さんの申請書が出てきたりとかということで、まあ、会社ごとにバラバラ。自治体ごとにバラバラ、なんです。で、12月2日以降も申請を随時受け付けてくださいねというふうに指示がありますと。で、その指示を受け付けた後、どういうふうな手順で、これ最終的に解除されていくのかっていうのもちょっと参考までにお伝えしていこうと思うんですけども、その前に申請書っていうのはまあこんな感じになってます。これ厚労省がやってる。これはいわゆる国民健康保険証のものだと思うんですが、こうやって住所を入れたり、名前入れたりっていう。あとは保険証番号っていう、多分保険証に書いてある番号を入れることになると思うんですけど、これを入れるとか。で、解除を希望する理由を入れるとかっていうふうにしてあるわけですけど、本当に解除していいんですかっていう注釈がいっぱいついてますが、ぜひ解除していただいて大丈夫ですので。まずは申請書を入手するっていうところを、やるということだけ頭に入れていただくというのが、まあ、今日の動画の中で一番重要な、ところですので、まあ、そちら、ご留意ください。で、これね、解除申請書を出して、その場で保険証というか資格確認書をもらえるのかどうかっていうのは、企業によるかもしれないので、そこも確認していただいた方がいいかもしれません。多分ね、国
員健康保険とかって、今って例えば会社辞めます。で、市役所行きます。まあ、その上でもらえるとかじゃないですか。僕、確かそんな記憶があるんですけど。でも企業とかだと、例えば大企業だといい例ですけど、総務の人がね、東京にいて、で、例えば地方支社にいる人とかが直接その人とは別にね、面と向かってやり取りできなかったりすることってあると思うんですよ。だからその解除申請書みたいなの書いて、なんかメールで送って、で、後日、社内便で送ってもらうとかっていう感じにね、まあなったりすることもあるかもしれません。その辺はだから、若干なんかこう、そこもまた組合ごとに対応変わってくるかなと思いますので、多分ね、国語だとすぐその場でカード作ってくれるんじゃないかなと思いますが、まあ、ようよう、確認していただければ良いのかなと思いますね。後日郵送っていうふうにするのは、組合側もコストかかるんで、多分したくはないと思うんですよね。これ、まあ、受け付けた後に、その受け付けた医療保険者っていうところが、中間サーバーに登録をして、で、その元データのところでね、マイナ保険証利用者ですっていうデータ消してくださいっていう申請を2段階申請みたいな感じするんですよ。2段階申請して、で、これ結局なんか1、2ヶ月ぐらいかかるらしいんですけど、まとめて処理してるらしくて、1、2ヶ月ぐらい経って、まあ、マイナポータル上の健康、マイナ保険証登録者ですあなたはっていうのが表示されるページがあると思うんですけど、それが消えるようになるという、結構遅いんですけど、すぐに消えないからといって、まあ焦ってはいけませんよということで。まあそれはおそらくこの申請書を書いた時にも言われるんじゃないかなと思います。いずれにしても法律で保険料払ってる人に保険証を送らないというのだったり、受診するためのその資格証っていうのを送らないというのは法律違反になっちゃうので、行政側が。まあここを遅滞なく行うということが自治体側には求められるんですけど、まあでもこれ大量に申請したらね、解除申請したら、なんか間違いが起きる気がしますね。それは例えば実際には申請受付だけど、マイナ保険証結局登録解除されずに何ヶ月も経ってましたみたいなことも、まあなくはないでしょうね。あり得ると思います。で、ここで、ある基本的な疑問が浮かぶと思うんです。それは何かというと、なんで登録するときあんな簡単に登録できるのに、解除するときこんな大変なんだぞ。めんどくさいんだという話なんです。はい。登録はすごい簡単だったじゃないですか。マイナポータル上で健康保険証を使えるようにする、マイナ保険証使えるようにするってボタンポッと押すか、歯医者さんとかクリニックとかにあるカードリーダーからマイナ保険証を使えるようにするっていうのは簡単にできるんです。で、解除するときでもこの申請書取り寄せてね、申請書を書いて出さないといけないっていう、そういう面倒くさいことになってくるわけです。で、これ、なんで面倒くさいかっていうのは、当然それはマイナ保険証に誘導して、離脱しにくくしてる。めんどくさいなと思わせること自体がもうすでに作戦になってるっていうのはもちろんあると思います。はい。これ当然あると思うんです。ただ、それだけではないということも、一応知っといてもらいたいっていう話をね、しとこうと思いまして。で、それは何なのかっていうと、簡単にね、マイナ保険証をネット上で、解除って押すじゃないですか。解除できたとするじゃないですか。これはそれでね、それはそれで、この今の現行のロジスティックス的には問題があって、二枚持ちになっちゃうんですよ。すぐに。で、二枚持ちになりたい人が続出すると思うんです。それできるようにしちゃうと。一瞬だけマイナ保険証解除すると。そしたら資格確認書くれるんでしょうと。保険証くれるんでしょうと。まあ欲しいじゃないですか。で、来るじゃないですか。また登録したらいいわけですよ。そうしたら、それ毎日のようにやってたら、両方とももらえるわけですよね。だから、お題目として、その健康保険証のカードを発行する量が減るから、コスト削減できるんだっていうお題目がもう崩壊するわけですよ。だから、すぐに解除できるようにしてしまうっていうのは、彼ら自身のお題目が崩れてしまうという意味で、できないと。まあ、これは全然ユーザーの利便性とか何も考えてないんですけど、基本的にそういう考えはおそらくあるんだろうと思います。だから、解除の手順をね、ハードルを上げとくことで、来やすくね、お試しにマイナ保険証登録してみようとかっていう人だったり、逆に一瞬だけ離脱してやろうとかっていう人を、なくそうとするという考えがあるということが伺えます。で、あと、もう一個疑問があると思うんで、それにちょっと答えておきたいと思うんですけど、なんでこれ解除まで1、2ヶ月もかかるんだっていう話なんですが、マイナンバーというシステムはね、そんなに優れてないというか、思想がね、そういうふうにできないようにしてるんですよ。で、これは一つの資料なんですけど、お役所が作ってる。単純な発想としてね、保険証の、マイナ保険証の申請、解除申請をね、
まず、ペーパーとして利用者が出しますと。で、健保組合とか受け取って、で、それを二段階申請みたいな感じで、この人を解除したいんですっていうのをまたサーバーから申請するっていう二段階申請工程があるんですけど、なんでこんなことをしてるのか。なんでその、例えば健保組合とかが直接マイナ保険証利用登録を削除できるようにしてないのか。ユーザーが直接削除できるようにしてないのかっていうと、まあ、ここに書いてあるんですけど、誰もが簡単にマイナンバーにアクセスできてしまうと、マイナンバーのセキュリティの仕組みと矛盾するということで出てるんです。だからマイナンバーで扱っているサービスだと思い込んでるものも、そのほとんどがマイナンバーを直接扱ってるわけではなくて、例えば乱数とか暗号化された別の番号を使って、マイナンバー自体に直接アクセスできないようにしてるんですよ。だからマイナンバー気安くアクセスできてしまうと、そこをセキュリティホールとして、いわゆる芋づる式にね、健康保険証以外の例えば年金情報とか、他のなんか個人情報とか、ブワーって芋づる式に全部抜かれたらやばいから、とりあえずマイナンバーにアクセスできる人を最小化しておこうという発想なんです。で、僕、毎回言ってる通り、セキュリティと利便性っていうのは等価交換だっていう話をしてて、その利便性を上げてね、誰もが簡単にその元データを書き換えに行けるなんてことにしちゃったら、別にすぐにアクセスできるっていうことだから、まあ外部からアクセスしやすくなるから、まあ、危ないっちゃ危ないリスクがあるんですよ。だからこそ、その誰もが簡単にアクセスできないようにしておくっていうことで、まあそのマイナンバーシステムというのも兼容性を確保しようと、万里の長城みたいにしとこうってことですね。誰もが入れないようにしとくと。ということですよ。で、その代わりに、だから、ユーザーとしての利便性が下がる。こうやって、まあ、そういう申請書書いたりとかね、役所として手順が増えたりとか、一気に、例えば申請書来ました。その随時対応するんじゃなくて、一気に月末に処理するとか、翌月末に処理するとかっていう感じの、まあ、すごい遅延した対応になってしまう。これが、だから、中央集権的なシステムになりがちなパターンだっていう感じですね。まあ、企業もそうじゃないですか。売上とかをね、随時計上するっていうよりは、経営担当って月末にガーって来たやつを一気にこう回すわけですよね。そうすることで、まあ効率が良かったりするわけじゃないですか。まあそれと同じだと思います。で、まあそうやって、役所の、健保組合の人とかが、まあ解除申請をした後に、まあ本当に解除できてるかどうかっていうのは確認してくださいね、みたいなこと言ってるんですけど、まあでもこれ1ヶ月後とかね、2ヶ月後とかに正式に解除できるみたいな仕様なんで、健保組合の人もね、いちいちその、ある特定の人がね、解除できてるかっていうのを確認するなんて業務やってられないでしょうから、本人が、これいつまで経っても解除できないんだけどって大騒ぎするまで多分本当にできてなくてもう気づかないっていうことにはなっていくんだろうとは思います。一応まあ、こういうふうな大きな流れの中で、とりあえず申請書を書いてください。で、健保組合は受け付けたら、健保組合から、そのマイナンバーのシステム上から、マイナ保険証利用者としての情報を消してくださいっていう、そういう二段階の段取りで、マイナ保険証の利用登録解除っていうのができていくという話です。まあ、ここにも図が一応載ってはいるんですけどね。これですね。だから N プラス1月末に解除処理を一気にするので、多少時間かかるんでお待ちくださいねっていう感じになってます。まあ、いずれにしても、だから今から10月からやり始めても、まあ、早くてもそうですね、12月にはなるでしょうね。その実際に解除できるっていうのは。そんなし、ほろいシステムだなと思うと思いますけど まあ、これがマイナンバーカードのシステムの特徴だということですね。うん。で、最後、ちょっと、余談ですけど、本当にこれ解除して、リスクないのかとか、解除して後悔しないかなって思う人いると思うんですよ。これについてね、ちょっと、話しておきたいと思うんですけど、マイナ保険証ね、登録解除して、後悔する可能性ないと思います。なんでないと思うのか。まあ、それは単純に、まず人にね、その7500ポイントかなんかの現金を配ってね、無理やり登録させてる時点で利便性があるものではないっていうことが容易に推測できるっていうこともさることながら、マイナンバーカードでできることで、保険証でできないことってないんですよ。これもうシステムの仕様側を考えたらわかります。わかるんですけど、技術的にね、マイナンバーカードじゃないとどうしてもできないことってないんですよ。マイナ保険証じゃないとできないことって。なんかね、ノータリーの人ってね、なぜかマイナンバーカードでしかできないって思い込んで僕の方に特攻してくるんですけど、マイナンバーカードしかできないことないんですよ。単純にプラスチックの板に IC チップが付いてて、で、その IC チップを差し込んで顔認証して受付をするっていうその行為が増えてるだけなんで、単純にそれを保険者番号っていう、まあ、その何桁かの番号を入力して保険資格があるかどうかって確認するかの、その確認の仕方の手順の違いでしかないわけですよ。結局、マイナンバーカード自体も、IC チップ差し込んでね、で、住民票のデータベースにアクセスしに行きますと。
で、その住民票のデータベースにあるマイナンバーというのに紐づいている健康保険証番号というのを確認しに行ってるんで、結局は健康保険証番号を最初から確認しに行くっていうのと何も変わらないわけですよ。むしろ、その手順として回り道してるから、例えば、その住民票データベースに登録されている情報と健康保険証情報に登録されている情報が食い違って文字化けになったりとか、対応してない文字コードがあって、ちゃんと表示されなくて、保険証としてまともに使えませんみたいなことになったりしてるわけですが、そういうことが、まあ、むしろトラブルのリスクは増えるけど、特に利便性が上がるものって何もないんです。残念ながら、仕組みとしてね。で、一応、さっきの、これか。あなたは登録解除して公開しませんかみたいな、なんていうんですか。呪いのメールみたいなことが一応書かれてはいるんですけど、ここに書いてあるんですけどね。マイナンバーカードにより医療機関などを受診することで、自身の過去の医療、健康医療情報のデータに基づいたより良い医療を受けることができますって書いてあるんですけど、まずより良い医療を受けられません。それは一つには、今見れる、アクセスできる情報が、1ヶ月以上前の保険証のデータだからですね。じゃ過去の医療情報を今閲覧しに行くってなったら何が起きてるかっていうと、1ヶ月以上前の受診データしかないんですよ。で、しかもその詳細にね、カルテレーザーみたいなのが入ってるわけじゃなくて、めちゃめちゃ簡易なもので、実際にそれがどういう医療を受けたかっていうのを正確にわかるかどうか怪しいぐらいの情報しか入ってなかったりするんですよ。で、まあそれは差はさて大きい。仮にシームレスにね、受けた医療情報、医療診療を受けた情報が別の診療所に行った時もすぐに連携されてて見れるみたいな世界観が実現しとしましょう。まあ、これ多分実現するの相当先だし、今のところまあ近未来にできる可能性僕ちょっと正直考えられないと思ってるんですが、そういうのができる世界があるとしてね、それ別にマイナンバーカードである必要性がないんです。電子処方箋っていう仕組みがあって、その電子処方箋ってクリニックとかが、まあその統合されたデータベースがあって、全国の薬局とかがね、この人がどういう薬剤処方されましたっていうのを入力するっていう、まあ、仕組みがあるんですよ。で、今それ一応政府が頑張って入れようとしてるんです。もちろん利用率は確かね、20%もないぐらい結構少ないんですけど、まあ、その入れられるみたいなことしてるんですけど、ここに書いてある通りね、電子処方箋はマイナンバーカードがないと選択できないのかって聞かれて、できますって書いてあるんですよ。健康保険証でも。だから保険証でもできるんで、マイナンバーカードでしかできないことっていうのはない。強いて言えば、マイナンバーカードでしかできなくするという嫌がらせをしてくる可能性はありますけど、厚労省とか自体も利用者増えないとデータとして価値がないんで、その利用者をね、減らすみたいな、遮断するみたいなことっていうのは基本的にやりたくないはずなんですよ。力学としてね。っていうことは、知っといていただいて、ぜひですね、自信を持って、マイナ保険証の登録解除申請手続きを、まず紙を入手する。はい。これ、どの紙を入手するかは、お勤めの企業なのか、入ってる健保組合と違いますので、そこはぜひ確認していただくということですね。もし保険証を捨ててしまってる人がいたら、マイナポータル上でどういう保険に入ってるかっていうのを確認するしかないですね。で、そこで、まあ、問い合わせて、まあ、紙の入手方法っていうのを聞くしかないと思います。これは自治体とか企業ごとに、どうやってその紙を、渡すかっていう、多分、バラバラだと思うので、僕がここで一括して何か言えることっていうのは正直ないです。っていうことをちょっと踏まえてですね、ぜひ、ここから利用登録解除を鬼のように増やしていけば、平正明とか、河野太郎の顔が真っ青になっていくと思いますので、ぜひね、一つの民意を示す方法だということで、やっていただけたらなと思います。本日の動画もご覧いただきまして、ありがとうございました。役に立ったという方は、チャンネル登録、ぜひ、よろしくお願いいたします。